はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今日はね、こちら以前タミヤさんの方からね、いただいて、レビューもやりました、マダワンですね。こちらの方を組み立てていきたいと思います。はい、始まりました。始めました。はい、今日は、タミヤさんの方からね、サンプルいただいて、レビュー動画も撮っていた、マダワンを組み立てていこうと思います。はい、これ選手じゃないんですよね。そうそう、下ね、自走砲です。はい、これ自走砲。はい、で、下はね、トラクター、フランスからね、もらったトラクター、もらったというか奪ったというかね、トラクターに砲塔乗っけてっていうタイプのものになりますね。じゃ、久しぶりですね、この制作動画ね。そう、実はそうなのさ。全然なんかね、まあちょっと年末年始っていうのもあって作れてなかったのと、そうそうそう。それとね、うちの動画の再生回数を見てもらえれば分かるんですけど、非常に撮れ高が悪い。まあそうだよね、2人でこんなね、だらだら喋ってるだけの動画になっちゃうんだけど、誰得感ちょっとあったりもするんですけどね。それでいてね、撮ってる時間は一番長い。これね、アナリティクスってあるじゃないですか。あれで音量を切って見てるとかさ、見てないとか分かったら、ちょっと見たいですよね、これね。俺らの話を聞いているかどうか。いやー、今日ね、今実際このね、今流してる動画、まあちょっと早送りになっててね、これ、今戦車リタイ巻くとこだね。まあこういう感じでやってはいるんだけど、まあまあ早送りのやつね、まあ自分で見ててもそうだけど、結構分かりにくいかなっていうところも多いので、まあ今回もね、ガンダムのパチ組の時にやったのと同じく長尺版を用意してありますので、はい、概要欄の方にリンク貼ってるんですね。そうですね、はい、その予定です、はい、まだ上げてないからね、あれだけどね。これで長尺版でゆっくり見ていただくのもありかなっていうふうには思いますね。まあ長尺版の方もね、若干の早送りはしてるんですけど、実際これ9時間ぐらいの動画になってるんで、そう、まあ組み上げていくと、あ、これね、キャサピラ巻いた後にまた外して今作ってたりするよね。やっぱ戦車と違ってね、自走砲でオープントップっていう、その上の部分がガバッと開いてるやつになるから、作っていく時とかでもね、あ、ここ後で塗るの大変じゃねとか、内側のなんだ、結構ね、こう奥まったところとかにパーツがついたりとかっていうのもあって、でこれ途中ね、マスキングテープでとりあえず仮止めして、一番最初塗る時にね、ざっと塗れるように後から部品外れるような感じで今は作ってますね。まあ、まあ基本的にはね、基本的っていうか、まあやってることは、まあ切り出してそのパーツ成形して、で、こういう今、なんだ、ガードのシールドの部分やってるんだけど、裏にこう押しピンっつって、金型からこう外す時にね、こうピンがギュッて出て、こうボコって外すんだけど、それの押し、グッと押し付けた跡とかがついてたりするから、それも一応ね、全部ヤスリで削って平らにしたりとかっていう作業もやってますね。この模型は、その戦車自走砲の中では作りやすい方なんですか、これ。作りやすい、タミヤさんの圧倒的に作りやすいよ。やっぱりね、他のね、中国だったり、まあ、海外のメーカーのやつとかだと、なかなかこんなね、ビタビタはいかない。やっぱり作っててね、ああ、すげえな、精度高いなっていうのは感じるね、タミヤさんの模型は、毎度毎度。合わないっていうのは、はまらないってこと？そうそうそう、A のパーツと B のパーツがピタッと来ない。そういう時どうするんですか？削って合わせる、もしくはパテ持って合わせる、そういうようなことをやりますね。どうしてもなんでかわからないけど、あと CAD データで今作ってそのまま出力したりとかするでしょう、で組んですり合わせとかしてないのかどうかわからないんだけど、なんかデータが間違ってるのかぴったり来ないとかっていうのはね、なんかすごい出来が良さそうに見えるやつとかでも、ここ全然合わないじゃんみたいなやつがたまにあったりはするけど、まあまあそれはそれでね、模型だからいいんだけど、それも楽しみの一つっていう風に設計してるんですかね。そうなのかね。ね、楽しみをこう随所に入れてくれるメーカーさんとかあるね。でもね、ほんとタミヤのは作りやすいよ。あ、今砲塔の部分やって、砲塔の課題の部分だね。そう、ああ、もうそうか、
こんな話をしてるうちに終わっちゃったけど、途中で砲弾とかのね、うん、コリ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 やってたんだけど、あれは数があるとやっぱりめんどくさいね、うん、出来上がってきて、うん、こういうのが出てくるとね、うん、そうそうこうっぽい、うん、クリップに繋がってるだけでもくっついてるだけでもかっこいいですね。これで出来上がり。このアンバランスさ、下がちっちゃくて上がでかいっていうね、かっこいいね。あ、フィギュア今度また塗装の時にやります。はい。